戻ってくる。同行者が一人増えても君は気にしないよね。ケビン、神の鍵を使うもう一人の英傑に会ったわ。あなたの天下制裁、不和の都政の羽、エデンのエデンの星、数の旋回一条、十三の神の鍵に十三人の英傑。いろいろな考えが次から次へと頭に浮かんだわ。その二つのことに直接的なつながりはない。普通の人間では神の鍵の力を簡単には使いこなせないが、融合戦士はその人選として申し分ない。たとえ僕でも長編手術を受ける前は第七の神の鍵の低核出力を解放させることはできなかった。ええ、普通の人が天下制裁を使うのにどれだけの代価を支払うのか私も知ってるわ。私が気になってるのは、他に英傑たちが使用した神の鍵はないかということ。例えば黒煙白火とか。私の時代ではその使用者は強い戦士で、本物のあなたと戦ったこともある人よ。それが何だ。他に意味はないわ。そのかつての所有者が気になっただけよ。第六の神の鍵、その最後の所有者が誰だか僕は知らない。長い間それは二つに分けられ、それぞれ違う人が持っていた。最初それはエリシアの武器だった。しかし彼女はそれを火を追う蛾に返した。どうして。あの武器は可愛くないとか。ああ、